このジャイアンツが優勝争いをしていて、めちゃくちゃ大事な時期に、ちょっとだけ皆さんにお願いしたいことがあるんですよね。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、このジャイアンツね、今優勝争いをしていまして、まあ昨日少し山崎伊織投手がまああまり良くないピッチングをしてしまって、まあヤクルトにね敗れたというところなんですが、まあそういう時にね、ちょっとこんな動画を撮るのは申し訳ないんですけども、ちょっとね皆さんに今日ね、お願いしたいことがあるんですよね。で、まあまあ、それを言う前によ。まあ言う前に、まあちょっとだけね、まあ昨日の試合のお話をさせていただくと、まあ、いろいろありますと。まあ山崎伊織投手も後半戦入ってから、なかなか勝ててないよと。まあどうしたの伊織っていうところあるんだけども、まあやはりね、まあいろんなところありますと、コントロールが甘いですよとか、まあ球威がそもそもないですよとか、いろいろありますけど、まあ昨日見た感じでは、ちょっとやっぱり長いイニング投げたいんかなとも思いましたし、ちょっと温存してるのかなとも思うようなね、球威だったので、まあそういったところは、まあこの短期決戦というかね、もうあともう十数試合しかない、20試合もないですよねっていうところで、ちょっとね、まあ後のことを考えずね、腕振って、マジで全力でいってほしかったなっていうところは正直あったんですよね。で、その中で、まあ、ツイッター、まあ、X ですよね。X とかで、まあ、その、岸田どうなのみたいな。岸田がキャッチャー行ってて、みたいなことを言ってる人も、まあ、いますと。で、まあ、昨日はすごく、わかりやすいエラーというかね、まあ、振り逃げがあったりとか、まあ、ちょっとこう、ボールここに入ってね、やったりとか、パスボールというかね、ワイルドピッチになったりとか、まあ、いろいろありましたし、まあ、配球というところに関してもね、まあ、僕もよく言及させてもらっていますけども、まあ、結果ね、僕は昨日に関して、まあ、岸田選手もね、まあ、よくなかったと思うんですけども、まあ、昨日で言うとやっぱりピッチャーの方が、悪かったんじゃない？悪かったというか、まあそのちょっとまあ、スリーランもありましたし、なかなか、難しいというかね、インコースの前の、まあ、真ん中に入ってきたシュートボール、シュートボールというかね、シュート回転してきたボールなんで、まあ、それをね、見越して、配球しろよとか言ったら、もうそんなにキリがないので、はっきり言ってね。まあ、そういったところで、まあ、1打席目だったし、まあ、内角の、意識づけというところに関してもね、やっていきたいというふうに思ってたんだろうし、少し昨日の村上選手の打ち方がね、ちょっと変わってたというかね、少しこう、踏み込みがいつもより強かったというか、クロスに入っていく感じがね、すごくしましたし、打席の前にですね、こういう、下でこういう風に揺らしてる感じの、新しいルーティンも取り入れてたんで、まあそういったところで、まあ非常にこうなんていう逆方向じゃないけども、まあそういった形でね、打っていこうというかね、体の開きを抑えながらこうイメージしてるようなね、仕草もあったんで、まあそういったところもあって、まあインサイドね、攻めてったんだと思うんですけども、まあそこがね、真ん中に入ってしまって打たれたというところで、まあこれはまあね、まあどこに責任あるかって言われたら、まあ正直、まあみんなっちゃみんななんですけども、やはりまあピッチャーが機能が悪すぎたところはね、あったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、今日の本題入っていきたいんですけど、で、お前今更何話すねってところなんですけど、本当に申し訳ないです。本当に恐縮やし、本当に申し訳ないんですけど、簡単に言うとですね、今年中にチャンネル登録者数5万人行きたいんだよっていう話。で、まあ、いつも見てくれてる視聴者の人は、お前またそれかよと。お前もう言い過ぎやろと。お前、私登録してるわ。俺登録してるわ。みたいな人、まあ、多いと思うんだけども、もうちょっとね、このままのペースで言ったら多分5万人いけないと思うんで、ちょっとね、動画にしてみようかなと思って、お願い動画作ったらしてくれるのかなと思って、ちょっとね、実験というかね、まあそういったところで動画撮ってますと。で、じゃあそもそも、まあ知らない人のために言っときたいんですけど、なんで5万人いきたいのって話なんですけど、まあもともとね、僕、このね、初めですかね、今年初めに5万人行きたいよっていう風に、まあ、宣言したんですね。で、実際やってみると YouTube って難しいんですね。
やっぱなかなか右肩上がりにもうずっと順調に伸びる人もまあいると思うんですけども、僕の場合ね結構難しかったんですよね。うん、で実際5万人っていう風に言ってたんだけども、今のまま言ったら多分3万人ぐらいだと思うんですね。うん、行って3万5千かなっていうところなんですよ。5万人なんて到底無理なんですね。はっきり言って。だけどもやはり。皆さんのお力を借りたいと思うし、で5万人行った暁にはですね、このチャンネル、この小山翔平 YouTube、この小山翔平ベースボールチャンネルに、巨人の選手出したいというかね、オファーかけて対談とかしたいなと思ってるんですね。で、もともと僕ね、まあそういった企画もやっていきたいなーっていうふうに思ってたんですけど、まあなかなかね、機会がなかったりとか、まあいろいろありまして、ちょっとできなかったんですね。で、今年ね、まあジャイアンツが優勝する可能性もありますし、で実際まあそのここのチャンネルもね、まあ少しずつですけども、ちょっと大きくなってきたっていうところもありますんで、そろそろね、こんだけジャイアンツ情報をね出させて、もらってるっていうところもありますから、ちょっとねジャイアンツの選手にこうお願いしてね、うん、出てもらいたいなっていうところもあって、だったらちょっとね。5万人行ってチャンネルとしての力も大きくして、で、皆さんにねアンケートなんかも取りながら、ちょっとね例えば岡本選手来てほしいですよとか、坂本選手来てほしいですよとか、まあいろんな声あると思いますと、まあ、そこをしっかり、みんなでこうアンケート取って、誰が多かったのかみたいなところで、その多かった人をオファーかけてね、出てもらいたいっていうのは僕が今考えてる、やり方なんですね。で、まあ、僕は、今年もそうですし、去年もそうですけど、まあ、岸田選手の、まあ、自主トレをね、まあ、応援というか、まあ、補助というかね、してたんで、まあ、岸田選手とは、まあ、結構仲がいいって言うからあれですけども、あれなんですよね。まあ、同期入団だし。うん。でも、それ以外にも、まあ、仲がいい選手が呼べるような選手はいまして、で、まあ、吉川直樹選手は僕一番先輩で仲良かったですし、うん、まあ、小林誠司さんとかもね、めちゃくちゃ何回も飲みに連れてってもらったりとかしましたし、まあ、いろいろね、まあ、こういうというか、交流があったね、選手はいるんで、ぜひね、本当にそういう人たちが、まあ、出てくれるかわかんないです。お前嫌いだから出ねえよとか言われるかもしれないですけども、もしね、本当に5万人行った暁にはね、本当にマジで呼びたいと思うし、例えば直樹さんとかね、なかなかメディアが好きじゃなかったりとかするんですけども、もしかしたら僕が言ったら出てくれる、いや、それは知らんよ。それは知らんけども、なんかお前が言ってやったら出てやるわとか、そんな感じでね、言ってくれるかもですよ。かもしれないし、まあそういったところでね、まあその、まあどんなコンテンツを撮ろうとかはまだ決めてないんですけども、僕が考えてるのは、ゆるいというかね、まあ野球の質問もするんだけど、まあその選手の人柄であったりとか、まあその、人間性とかが分かるような、なんかちょっと緩いじゃないけども、まあ Vlog じゃないけども、まあそういった形でね、ちょっと軽いというか、なんて雑談じゃないけども、そういうのもね、なかなかテレビではやらないと思うんで、YouTube でね、僕の YouTube でやりたいなっていう感じはね、してるんですよ。まあ僕の考えてるだけですけどもね。うん、だから、まあ要するにですね、まあチャンネル5万人いったらほんまにこれマジでやるんで、ほんまね、なんかコメントとかで、お前5万人やる前にやれよとかいうコメントもあるんですけども、ほんとごもっともなんですけども、まあ今シーズンのね、時期も考えたりとかしたところ、まあさすがに今、YouTube 出演するとかはちょっとこう、なかなか現実的ではないので、だったらそのシーズン終わりというところと、僕のチャンネル登録者数というところを、まあ掛け合わせてというかね、目標にしてやると、まあ非常にいいストーリーができるというかね、まあ、ファンの方と一緒に力を合わせて、まあ、チャンネル登録というかね、チャンネルも大きくしていけるし、で、シーズンも終わってるし、オファーもかけやすいというところで、まあ、そういった形に、させていただいてますと。はい、てな感じでですね、わざわざお前一本の動画にすんなよってところだと思うんですけども、ちょっとね、まあ、もうちょっと皆さんにね、お願いしたいし、ちょっと協力してもらいたいというところで、ちょっとこのような動画を撮らせていただきました。はい。まあね、まあ山崎伊織投手が抹消しまして、
まあおそらく、まあ、堀田投手もね、上がってきてるんで、堀田投手が入っていくと思いますし、まあ、代わりにね、西田投手か赤星投手というところで、多分、ローテをね、組んでいくと思うんで、まあ、そこがね、どうなっていくかわからないですけども、まあ、その、いろいろ計算したりすると、まあ、巨人を大型連敗さえしなければ、なかなかね、なんて言うんだろう、2位であったりとか3位に落ちる可能性っていうのは少ないのかなというふうに思ってますんで、まあ、巨人にはね、いい先発陣がね、4枚ぐらいはね、残ってますから、そういった意味でも、まあ、連敗はしにくい、まあ、可能性としては低い、球団なのかなというふうに思ってるので、まあ、ここでね、しっかり大を締めてというかね、引きを引き締めて、明日以降のね、試合、まあ、今日ですよね、今日ですよね、今日の試合にも、ヤクルト戦ね、連敗しないように、臨んでもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、ほんとしつこいですけども、すごく、僕の性格が出ててね、申し訳ないんですけども、何度もお願いして申し訳なく思ってますけども、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。